ルスーツ隊のみんな発進だよ。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日はね、ジムナイトシーカー、ヤザンが乗ってたねやつを使っていきたいと思います。まあヤザンといってもその時はいやいや偽名使ってたみたいですけどね。まあ私もそんな作品があるんだったらね、漫画ちょっと見てみたいなと思いましたね。とりあえず機会があればちょっと目通してみたいです。ね、あとは今回乗ってくのはね、ライフルの方、今回フェダーインじゃなくて普通のライフルの方を選択してます。あーくそー、ギャン戻ってくる前になんとかしたかったけど、ここよし、弾は奪った。まずまずまずアップだ。一旦逃げます。いやこの機体ね、ちょっと格闘でやられるとね、あっという間にヒットポイント削られちゃうんで無茶できないんですよ。でもあんまりね、後ろ下がると今度意味なくなっちゃうんでね、強襲機なんでやっぱ行けるときはしっかり行かなきゃいけないんですよね。どうだ、危ない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 、何が起きてるのかさっぱりわからん。よし落とした。でー、やらば引っ掛けて、よし落とした。ステルスを生かして一気にいくって感じだな。よしよしよし、当たった。よし落とした。さあしっかり、あー横から止められてしまった。いやー難しい、これ1対1に持ち込めればね、まだある程度ね武装揃ってますんで、よろけ取って格闘で継続させて海蛇ぶつけるとかね、いろいろできそうなんですけど、乱戦になるとやっぱ難しいな。やっぱりスラスター強化したのは間違いなさそう。じゃないと接近できないですからね、そこまで。よく言えば猛獣欲しいかな。四辺機まで遠いな。よし、だからセッタ、オッケー、これやっちゃって、よし、ナイス。さあ、あとは私がどこまで接近できるかだな。あ、見られたね、今見られちまったけど、よし、頼む。あー、ダメだった。ニュースはかけて、よし、ダウン奪った。ここは海蛇当てたかったけど海蛇できず、よし、OK、よし落とした。やばい、耐爆がないから危ねえ恐ろしい難しいこの機体。まだ2000差か、どうしたものか。とりあえずまあ負けてもいいからやれるとこまでやってみよう。立ち回り次第じゃやれそうな感じはあるけどね。でもこのマップじゃないような気がする。やっぱ廃墟の方が向いてるような気がする、この機体。やっぱステルスでピクシー行かせるのもあのマップじゃないですか。なのでそっちの方がいいんじゃないかなって気がします。遠くからちょっとつついて、さあ無警戒なんで当たってくれますね。さあミニのやつもいたけど、どうだい。よし、ここで一気に行きたいな。あ、これ支援機じゃないな。でも一発食らわして逃げます。あれ、今の合わせられちゃう。いやでも大丈夫、これで一気に味方接近してくれるはず。
さあ一気に距離詰めてくれた。これであとは私が殴りに行ければ OK。 よし OKOK、 よし、かなり削った。あと一発、よし OKOKOK。 ナイス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 、いいよいいよいいよ、やれてるやれてるよ。なぜ下がろう下がろう、砲撃砲撃が来ちゃう。ここは下がって、まあ敵まとめて湧いてくるからな、裏取りたいな。こっちからぐるっと回ってくるってのはあんま良くないだろうしな。でも敵絶対攻めてくるしかもうないからね。こうなるとな、やっぱ裏回りたいな。支援機が一番前に出てくることはないから、これこっちから回ってったらうまいこと裏つけねえかな。本当は良くないとは思うんですけど、この機体なんせ見つかって格闘食らわされるとね、もう4000とか5000とか平気で持ってかれちゃうんで。よし、これで裏取れてるから、あとは絶対支援機を捕まえなきゃいけない。あ、それまで味方が持つかだな。わあ、乱戦すぎる。よし、開けて、さらにこうやって、よし完璧、いい感じのコンボになりましたね。これは多分ベストなコンボなんでしょうね。で一気にダウンまで持っていけない。よし OK、 結構ダメージは負わした。よろけも取って、これで下がっていくでしょう。さあこれ困ったぞ、こっち離脱して姿を隠してから、まずい、あぶねあぶねあぶね。ここだ、あーダメだった、格闘中判定が痛い。あーあーダメ、うっそー、あ、いやまだまだいける、今逆転したよね。あ、ダメか。結構頑張れたと思う。途中で一人離脱しちゃったけど、この状態でしたからね。個人成績こんな感じになりました。あと試合の途中からまあコンボの方ちょっとある程度うまくできるようになったかなと思いました。最後支援機絡んだのはバッチリじゃなかったでしょうかね。しっかり1回のコンボでね、しっかり繋いで相手に何もさせずに落としましたしね。あんな感じでしっかり張り付いていく機体なのかなっていう感じでしたね。まあよく言えばもうちょっと硬くするか、ステルスもう一つなんかこうね、レベル上げてくれるとかしてくれると変わるのかなって感じでしたね。まあ難しい機体だと思いました、本当に。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。はい、それではまた別の動画で皆さんお会いしましょう。失礼します。